世界は変わるのね。どうしたんです？急に。一つ間違えたらより破滅へと向かう選択だったのに、それが精霊を生むことになった。変わるためには時に重大な選択をしなければいけない。精霊はそれを表した存在なのかもですね。エンテレケイアの選んだ未来もあの姿に現れているのかしら。そうですね、そうなのかもしれません。いつかバウルも精霊になることを選ぶ時が来るのかもしれないわね。精霊がエンテレケイアの進化の先というのなら。